アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は跳ねた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年5月4日、場所は神戸王子スタジアムにて、第21回関西中学アメリカンフットボール選手権2回戦となります。対戦カードは関西学院中学部ジュニアファイターズ対池田ワイルドボアーズの一戦が行われます。試合開始10時30分キックオフ予定です。本日の王子スタジアム、大変な好天に恵まれました。しかし初夏を上回る、むしろ夏の風情を感じる気温の高さを漂わせる、そんな一日になっております。その中で対戦します両チームが現在サイドラインで最後の作戦タイムを練っております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っております、本日カラーのユニフォーム、ブルーのユニフォームをまとっているのが関西学院中学部ジュニアファイターズ。当初こちらの校名の方若干誤りがありまして失礼いたしました。正式な名前は関西学院中学部ジュニアファイターズです。その名前からさせますように、あの関西そして日本でも名門になります関西学院大学のその付属の中学校となります。中学アメリカンタッチフットボールにおきましても、その王者たる風格を携えて本日の一戦に挑んでおります。対しまして反対側バックスタンド側に陣取っておりますのが、本日はビジターホワイトの日本をまとっている池田ワイルドボアーズです。こちらは大阪におきまして活動しておりますクラブチームです。しかしそのチームとしては非常に実力がありまして、近年におきましても優勝争いを常に演じております強豪勢です。クラブチームではありますが、このチームは非常に伝統を重んじているチームです。現在はほとんど用いられていない肘、肩を使ったショルダーブロックをまず基本とし、それは柔道でいうところの中学小学校の時に締め、関節を禁じているのと同じく、本来のアメリカンフットボールの基本の伝統を持っとって、そこからアメリカンフットボールの普及に邁進しておるチームです。このチームの卒業生はどのチームにおきましても活躍している選手が顕著に目立つ、そんなチームであります。近年ではその関西学院において名を轟かせました奥野、そしてこの度大学にも進学しますリン・スコット・トバヤス、彼らのような有名選手が多く輩出される伝統あるチームです。関西そして日本中学アメリカンフットボール協会のフットボール協会におきまして、その王道を行くチームと、そして伝統を貫かんとする両雄の一戦がこの2回戦、この王子スタジアムで間もなくキックオフとなります。さあ両チームサイドラインに成立しました。まもなく試合開始の時を迎えます。試合開始までしばらくお待ちください。早速チャット欄へのメッセージありがとうございます。スティー様、因縁の対決というふうにメッセージいただいています。まさにそうかもしれません。実際優勝争いを常に演じております両雄です。この両雄が2回戦で対戦するということがある意味運命なのかもしれませんが、観戦します者にとっては非常に興味深い一戦となります。さあ両チームがフィールド中央に並びました。
現在試合開始前のコイントスが行われています。これによりまして最初のキックオフの選択権をチョイスしますが、まずその選択権は関西学院に入る形になりました。さあどちらを選ぶでしょうか。池田ワイルドワーズキックオフ、関西学院中学部リターンで試合が始まります。本日の一戦は1クォーター8分で行われる予定です。両チームウォークアイハドル解けまして、まもなく試合開始となります。アメリカンタッチフットボールはいわゆるアメリカンフットボールと違うのはボールプレーが止まる、そのルールの違いです。アメリカンフットボールはタックルして倒されるまでがボールの終了地点となりますが、タッチフットボールの場合は相手選手を両手でタッチした段階で倒したとみなされます。この点以外は基本的にはアメリカンフットボールと同じルールになります。さあ両チームフィールドに散りまして、まもなく試合開始のキックオフとなります。関西学院はリターナーを2枚配置しました。27番、そして、12番でしょうか、その2人が陣取っております。失礼しました、17番と27番です。関西学院17番は細川、そして27番は黒谷です。これに対してワイドバーズキッカー88番の後藤が挑みます。さあここでチープキックを蹴った、それを返しに行きますが、このキャッチは関西学院となりました。ここで池田ワイドバーズ奇襲をかけました。短いチープキックを蹴っています。このキックを各キックオフのボールは開始点から10ヤード前進した位置はどちらが抑えても構いません。ワイドバーズまず攻撃権を取らんと、あえてここでギャンブルキックをしましたが、しかし抑えたのは関西学院となります。従いまして関西学院の攻撃となります。ボールオン相手陣49ヤードから関西学院ファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤードとなります。さあまずパスが通りました。クォーターバック下がりまして、ワイドレシーバー21番にパス、これをキャッチしまして約7ヤードのゲインとなっています。アメリカンフットボールはボールの開始点から後方より一度だけ前に投げることができます。この権利を使いまして、まず関西学院パスプレーによってまず7ヤードゲインとなりました。タッチされた地点までが1回の攻撃の距離となりますので、次はセカンドダウン7、失礼しました、セカンドダウン3、2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離3ヤードと変わりました。ナイスラン、ファスター、クォーターバック12番、今度は自らキープで、パスを投じると見せかけ、そのまま左オープンを独走。一気に攻撃権更新としました。関西学院、再びこの結果、1回目の攻撃に戻ります。関西学院、ファースター。さあ、順調に攻撃を2プレー続けました、関西学院。これにより、ボールオンは相手陣の10、7ヤードの位置に入りました。エンドゾーンまで17ヤード、このエンドゾーンにボールを持ち込むと、タッチダウン、得点となります。さあ関西学院ファーストダウン10、さあ再びパスで展開、ナイスゲーム、ファースター、今度はクォーターバック12番、ワイドレシーバー0番にパスを通しまして、0番一気に1回で攻撃権更新としました。
関西学院ファースト。これにより関西学院相手陣7ヤードに入りましてのファーストダウン2ゴールに入ります。エンドゾーンまで7ヤードの攻撃になりますが、果たしてどのようなプレーを展開するでしょうか。ワイドバーズ、これを阻止できるでしょうか。さあここで中央へのランプレー、今度は1点ハンドオフしまして、ランニングバック14番に中央突破を図りました。しかしこれはワイドバーズの対応がありまして、ゲイン1ヤードにとどまっています。従いまして関西学院、次が2回目の攻撃、セカンドダウンに変わります。ボールオンは相手陣6ヤード。さあこの6ヤードの攻防を注目しましょう。ここでクォーターバック、中央に走り込んできたレシーバーにパスを投じました。これをワイドレシーバー見事にキャッチしてエンドゾーンに駆け込んでタッチだ。これにより関西学院6点獲得となりました。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。フォーメーション、キックフォーメーションを取りました。このキックはバーに弾かれ失敗、6点止まりとなります。しかし関西学院中学部ジュニアフォースターズ6点、池田ワイドバーズ0点。まず関西学院が先制を終える形になりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となります。さらにタッチダウンはその後にもう1プレー、ボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これに自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティーを加えますと、得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りです。この足し算によって得点が構成され、引き分けが起こりにくい得点形式になっています。そして試合は関西学院のキックオフになります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合再開です。キッカーは63番の上田。さあ関西学院は奥へ蹴っていって、そしてワイドワーズリターンに入ります。しかしこれは関西学院のカバーよく自陣25ヤード付近でタッチしまして、ここでボールデッドとしました。池田ワイドワーズ自陣26ヤード付近からの攻撃と変わります。しかし池田ワイドワーズ、ここで反撃の機会を得ます。先に先制を許してしまいましたが、ワイドバーズこの攻撃でその状況を再び並ばせることができるでしょうか。ボールオンは自陣26ヤードから池田ワイドバーズファーストアンテン。さあまずセットバックフォーメーションからランニングバックに持たせました。中央トップは図らんとキャリア1番に持たせましたが、しかし関西学院のアジャストよくノーゲイン、ゲインなくセカンドダウンに変わります。このようにアメリカンフットボールのプレーパターンは基本的にはボールを持たせるランプレーか、あるいはパス前に投じるパスプレーのいずれかになります。さあしかしゲインできませんでした池田ワイドワーズ、セカンドダウン10、2回目の攻撃、攻撃権更新必要切り10ヤードに挑みます。今度はランニングバック08番にトスをしまして、左オープンへのスイーププレー、相手を吐き飛ばすように左オープンを展開し突破図らんとしましたが、しかし関西学院アジャストよくゲインは2ヤードにとどまっています。しかしステップワーク、見事なランプレーをしましたのは池田ワイドワーズの8番の土屋。さあサードダウン8、攻撃権更新必要距離8ヤードの状況にを3回目の攻撃で挑みます。池田ワイドワーズ突破なるでしょうか。パスは成功。クォーターバック10番、今度はワイドレシーバー22番にパスを通しました。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。見事な、しかしパスを通しましたクォーターバック10番は河村、そして取りましたワイドレシーバー22番は柴田でした。池田ワイドワーズフォースダウン3の状況、フォーメーションを変えてパントフォーメーションとなります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしこれにより陣地挽回を図ります。
さあこれを関西学院リターンに入った。しかしややジャッグルした間リターンの距離はほとんどなく自陣30ヤードを超えたところで攻守交代となります。これにより攻撃権は関西学院に変わりました。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で10ヤードを前進するか相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあここで審判団によるホイッスルが吹かれています。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその天候及び気象気温状況によりまして審判団の判断によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。本日は5月でありますがしかし気温が非常に高く熱中症の危険性があるため審判団がタイムアウトを挟む形を取ったようです。まず第1クォーターまず半ばという状況でありますが序盤その攻防におきましてまず関西学院が先制のタッチダウンを上げリードを奪う形を取っています。池田ワイルドアザー現在後手に回る形ですがこの状況を打開できる策があるでしょうか。さあウォーターブレイク解けましてまもなく試合再開となります。ボール所有権は関西学院自陣32ヤードからの攻撃です。関西学院ファーストダウン10。さあ今度は中央へのランプレークォーターバックをラインにつけた形のセットバックフォーメーションからランニングバック14番にボールを託しました。14番カットバック見事に右オープン展開して約5ヤードのゲインとしています。ランニングバック14番は平。さあ関西学院自陣37ヤードからセカンドダウン5。さあ今度はクォーターバック自らが 中央突破を図りました。しかしプレッシャーから左オープン展開する際タッチされましてゲインは約2ヤードにとどまっています。ワイルドワーズもこの関西学院の攻撃に対して気遅れなく積極果敢なディフェンスを見せています。さあ関西学院は残り3ヤードいかなる手を講じるでしょうか。ボールオンは自陣39ヤードからサーダウン3。パス成功。ナイスキャッチパスダウン。ここでクォーターバック一転しましてワイドレシーバー21番にパスを投じました。これをキャッチしまして関西学院攻撃権更新です。再び1回目の攻撃としました。先ほどとは一転短い攻撃を繰り返しまして着実な前進を選択している関西学院です。ボールオンは自陣44ヤードの位置になりましてのファーストダウン10。パス成功。クォーターバック12番プレッシャー浴びながら手前にいましたワイドレシーバー2番にパス。これにより約3ヤードをゲインとしています。あわや QB サック投じる前に倒される状況でしたがこれは見事に回避しました。素晴らしい位置におりましたワイドレシーバー2番は本庄。関西学院自陣47ヤードに進みましてのセカンドダウン7。これは池田ワイドバーズナイスディフェンス。今度はランニングバック27番にトスをしまして右オープンへの展開を図りましたがこれを池田ワイドバーズ52番が見事対応しましてゲイン1ヤードにとどめています。素晴らしい対応したのは池田ワイドバーズ52番の今城。関西学院サーダウン6。ナイスディフェンス。パス不成功。
ここでプレッシャー感じながらクォーターバック12番ロングパス、ターゲット21番でしたが、これは池田ワイドワーズダブルカバーでパスを阻止しました。関西学院攻撃音1つ失いまして、フォースダウン4回目の攻撃に変わります。関西学院フォーメーション変えましてパントフォーメーションを取ります。ボールオンは自陣47ヤードの位置からのフォースダウン6。さあリターンに入った、密集点一気に突破図らんとしましたが、しかし関西学院のカバーもよく、ワイドワーズ陣20ヤード付近でボールデッドとなり、この位置で攻守交代となります。さあしかしこれにより攻撃権を取り返しました池田ワイドワーズ、この位置から反撃に入ります。ボールオン自陣20ヤードから池田ワイドワーズファーストダウン10。さあここでオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに投げ渡すかの選択プレーでランニングバックに投げ渡しましたが、しかしこの時に反則があったようです。審判団から黄色いウエスがフィールド上に落とされますと反則発生を意味します。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手を掴んではいけません。ボールを押すことだけが許されています。この反則により10ヤード抜体しましてのファーストダウン、やり直しです。10ヤード下がりまして、ファーストダウンやり直します。池田ワイドワーズなんとか反撃戦としておりますが、焦りからかここで反則を犯しました。しかし同時にこれはブロッカーが相手を何とかせんと踏ん張っていた結果でもあります。ここでプレーが乱れました。今度は左オープンを展開しようとしましたが、8番ここでボールをジャングル抑えていますが、しかし大きく後退しセカンドダウンと変わります。第1クォーターの終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、関西学院中学部ジュニアファイターズ6点、池田ワイドバーズ0点、攻守方向入れ替えまして第2クォーターに入ります。